今日の朝ごはんです。ありがとうございます。初代 YouTuber、 初代 YouTuber、 8時間ぐらいかけて返事してたのに。8時間ですか。あの時代って本当にそのアプリとかが全然なかった。そうなんですね。最初はマイレさん、はい、次この方っていう感じで、はい、ちょっと面白いこと言っていってよって言ったけどね、はい、一つも面白いこと言ってなかったので、もう作りながらなんかどこをお前あのうちにすればいいんだよみたいな感じでイライラ一人でしてて、やってよかったなと思うことは、嫁さんがそれを見て、はい、信用してくれたっていうことぐらいですかね。あ、信用してくれた。男っていうのは喋れると喋れるで、はい、どこで鍛えてきたんですかっていうふうなこと言われるんですよ、はい、あ YouTube 見てくれて、はい、妻が、あ、この人はあの別にナチュラルに喋れる人だっていうのを知ってくれてうまくいったっていう、はい、ああ、そうですね。いい自己紹介動画みたいな。そうです。チブご出身。僕は出身です。あ、彼も、前田さんも出身です。あ、そうなんですね。彼は道後なんです。あ、こんなところを通って行ったら民宿があるんですか。 なぜここにお家があってやつですよね。本当ですね、うん、ここも空き家だったところを回収して。そうなんですね、うん、おー、すごい、めっちゃいい雰囲気ですね。あ、ありがとうございます。お邪魔します。おばあちゃん家に遊びに来たのかなって感じですね。うわ、なんだこれここに住まわれてるんですか。そう、奥で。あ、そうなんですね。え、で、こっちここがお客さんなんですね、はい、あ、もうすごい。え、これも元々あったんですか。ないすごい。ここで綺麗にするか。失礼します。え、ここで何を作るんですか。何を。焼き鳥や。焼き鳥。おう、見てこうがね、焼き鳥や。自分の設計立ててないや。設計。みんなね、あのこの島に来てね、はい、ある程度夢持ってくるけんだ、はい、途中でリタイアしちゃうな。あ、なあ、渡辺さん、ハヤトさんも10年ついてますよね。いや、俺のは古いよ。コロナでも頑張ってますよね。うまい。マルチでやってますよ ね。あ、そうなんですか。何されてるんですか。もともと板金屋さん。板金屋さんって何ですか。溶接。溶接屋だって。あの、いろいろあの仕事さんをおらん時はな、はい、自分で努力してんねん。だから甘えてたらよ食べてもらえる。ありがとうございます。この島へ来てさ、はい、7カ所回ったよ、あちこちな。7カ所一緒に車乗って7カ所空き家をね、はい、うん、俺がろくでもない家ばっかりだった、はい、今回じゃあまたまた家だったね。これじゃあ最後やけど、最後でもよ。はい、ここに移住したい。学生さんたち学生は今来てる。学生さんたち来たり、お医者さんも泊まったりしますもんね、うん、ヨーロッパは今外人が多いですね。フランス人の方ってここどうやって予約するんですか。コンピューターで向こうのよう GP なんかあれやんか、あの代理が受けてやん、はい、日本語で予約してくる。フランス語やんの分からへんの。アジストックで、アジだけをストックされてるんですか。赤身の、ください、煮付けで。困らないですか。そうなんですか。これはサザエの自分でこうにしてな。美味しそうですね。これは美味しい。そうなんですね。食べられない。そうなんですか。そう、目先なんですね。食えか。これは、あの、黒豚や。
や、天井がすっごい高い。あれも作る。あれは一番最初。すごい長い便、いっぱいみんなで座れますね。バーベキュー、バーベキュー、中弁講座をやってる。はい。平木しげきさん。平木しげきさんです。ラジオ体操もやってますよね。中弁ラジオ体操。中弁やってみたいです。ダメだ。ダメですか？あんなの世に出したら笑われる。めっちゃ気になりますね。うん、見たいです。息子さんが、あ、娘が尼崎。3人とも尼崎。めちゃめちゃ素敵なお家ですね。うん、でも、こう、本当だ。家を移ってからの役者な。うわー、恐ろしい。最初は、あそこ下の、あれ、深夜式。お深夜式。あ、はい。あそこから、おはようございます。岡田さんが。岡田さんの家の管理人だよ。あそこでわし生まれて育った。そうなんですか。一緒に畑を開墾したんだよ。そうなんですか。めちゃめちゃ素敵なお家ですね。どうでした。今日も。